お疲れ。お疲れです。よし。さあ、久々にミッチと飲もうか。はい。そうですね。乾杯。お疲れです。お疲れ。緊張症だ、みんな。段取り手まくった方で、ね、やたら緊張症だ。サイコラルってすぐ酔っ払うっすよ。サイコラルってすぐ酔っ払うっすよ。ないんで、どういうこと？僕んちでその、なんかチンチロやるんですよ。で、負けたら一杯で。その、変な出目が出ると、二杯飲むんですよ、一気で。で、それも、僕、そんなやるな。家でやっとると、うん、そう家宅飲みでその勢いってやばいよね。はい。宅飲みで一気ゲームとかやばいよね。変なこと言ってしまうと、うん、宅飲みで リバースしますからね。宅飲みでリバースしますからね。リバースやばいね。まあまあやばいじゃん。その勢いで飲むの。だって別に誰とかじゃないの。二人だろ。とまあ嫁彼女だろ。そう、その三人とかですね。それで、それです。本当に左利きなんだな。あ、そうっす。左利きなのは変わり者じゃないのかね。左利きのやつに真面目なやつ見たことないけど、お前真面目だな。変わり者多いじゃん、左利きって。多いですね。変わってるんですよ。真面目じゃないですか。変わってないですよ。変わってます。どういう変わってますよ。もう酒飲んだらもうおかしくなるっす。いや、俺の前はさすがにじゃったんだけ。そうっす。いつもこんなんじゃないですもん、全然。でも仕事真面目じゃないっす。仕事真面目。コツコツやるタイプじゃない。ただ、次の、こいつの女次の日は絶対寝坊しますよ。そう、あのそれ僕直接僕が仕事に出すからね。 100% 来たことないですね、多分。そうそう。じゃあでもお前ら本当に俺ちょっと思うのは、足場はもっとガツガツしてほしい。仕事はめちゃくちゃ頑張ってる。でも大変無理やいいじゃん。経営をしないと今日やればいいっていう感じになっちゃってる。作業になっちゃってる。なんかあのみんないいんですけど、一人が個人が良すぎてまとまり性がないっていうか、なんかそれでね、お前の仕事じゃないの。そう、まとめるのだから それがお前の仕事だと思う。だって俺はどっちかというとみんな思い切ってやらせるタイプじゃん。あんま怒らんじゃん、多分、うん、視聴者が持っとる以上に怒らないですね。切れるけど怒らんっていうか、そのなんかあれしろこれしろって絶対言わんでしょ。いや、ないですね。でもまとめとるんだよ、多分。俺案外そこなんだよな。なんか僕が見たってなんか怒るのもパフォーマンスみたいな、なんか怒るのもなんかその経営の一環みたいな。ただその切れて怒るとかじゃなくて、怒るのも仕事みたいな。ケンドル君持つ、うん、こいつ強いもんな、さっきは。弱いっすよ。弱いの。めっちゃ弱いっすよ。飲むっすけど昔強かったの。結構飲んだよ。2人でスナックとかも行ってるよな。あっす、行ってます。マンションしたよな、昔っす。だよな。はい、す。俺なんか俺30分でアルコールチェッカーで、30分で俺アルコール消化しろ。絶対嘘っすね。じゃあ本当で俺アルコールチェッカータイツかばんねえと。本当っすか。邪魔しました。30分でアルコールってやばいっすよ。俺全然分解するもん、マジで。だ警告。いやいや、今からやったのか。それ多分電池入ってないっすよ。いや、入っとる。俺まあ使ってゼロ。大丈夫ですか。アウト。やる。はい、やります。もう大丈夫じゃないですか。いや、それがゼロになった。はい。で、俺はまあ前日飲んだらもう次の日運転しないから。うん。朝やるな。うまく使えば。出た。1.0。全員で運転しな。全員1.0。いや、でも壊れてると思うんですよ。いや、壊れてない、壊れてない。まあまあ、本当に使ってるんだし。マジですか。言ってんじゃん、その高くないでしょ。山口くん、3とかでしたからね。そう、マジで。時、もう、アルコールですからね。山口くん自体がアルコールですからね。ゼロになったからよ。あ、言ってる、ゼロ。全員言ってる、それに対してと。1.0 っす。あ、これですね。バラバラでしたよ。これじゃあフルーツやってください。5、4、フルーツやってください。アルコールチェッカー、アルコールチェッカー。あ、もうちょっと、この終わるまで。0.0。ああ、じゃあ0ってことですね。飲みましたよ。あれ、もう一回やってみます。これ、体積のやつです。ずっとあのここがつくまで、5、4、3、2、1。ずっとやらなかった。ずっとやってください。あ、でもあのサーチになったら5になったらな。あ、でも多分いいけど。
一杯あってもんじゃないですか。いやいや、これ結構出るんですよ。本当に俺ら全員行って言ってたから全員同じ数字だったもんね。これ出るかなと思って。だいぶ怪しいじゃないですか。ちょっと重さがある。まあ行って賛成だから。どったんだろうじゃ今ね、8、9くらいです。腹出てきようか。はい。だから食っちゃうんだ。食っちゃうっすね、なんかもうその中間中間でも。なんでなんか今、めっちゃお菓子あるんですよ、現場に。うん。その食長がめっちゃお菓子買ってきてくれて、うん、でカップラーメンとかめっちゃあって、あーまあ好きなだけ食べていいよみたいな、もう好きなだけ食えよみたいな。で僕もそこに入ったらもう今1ヶ月ちょっとぐらいなんですけど、うん、もう最初はなんか手並み地君手並み地君だったんですけど、お前何やっとんだみたいな感じでちょっと仲良くなって、でもなんか僕チキンラーメン好きなんですよ、ベビースターですか、うん、ベビースターが好きなんで、もう仕事現場だったらもうベビースター僕はずーっと食っとるんですよ。詰め所で。そしたらお前のせいなくなったかよって。で今日朝パッてたらベビースターもっと16個ぐらい入ったんですよ。食べてくな。やっぱりもうこたつと違うから分からんな、仕事も怒られるってことは。いや分からんでもないです、そのやっぱ動くんで、まあ、結構任されるんですよ、なんかこっちやってて、うん、今日はって、うん、ありがとうございます。あだ一応現場の中の頭みたいな感じで、どういう現場なの。いや本当もうめっちゃでっかいですよ、新築で一周5キロぐらいあるんですよ。5キロ。5キロです。マジでめちゃくちゃ長いですよ。何あれ、どんご競馬場。いや、どんご競馬場とまた別です。もっとそれより多分でかいと思うんです、どんご競馬場。競馬場動かすだろ、雇いに行くだろ。はい、でそれも今工事してるじゃないですか。多分見えるんですよ、多分それぐらいの規模ぐらいですよ。いや作ったの倉庫っす。トラックが入る倉庫っす。なんかトラック入るのはこういうなんかよくワイルドスピードこうなんか円形なんかドリフトしてるようなあるじゃないですか、うんうん、あれをトラック専用の駐車場とか作ってる。相当でかい物流の倉庫になる。物流の倉庫になる。相当でかいです、うん、めちゃめちゃでかいですよ。それでね、ちょう外部だけじゃなくて内部足場みたいなのも、今日あそこ組んできて、あそこ組んできて毎日違うわけだ。あ、毎日違うっすね。なのでもう今日はもう南国の何々の何々やってきてとか、うん、打設足場やってきてとか、その敵足場やってきたりとか、ジャージバー組んできて、でジャージバーバラしてきてとか。へえ。もうずーっとそこ1ヶ月ぐらい今入ってますよ。で声かけられたのは6人ぐらいですけど。自慢？はい。え、自慢じゃないです。ちょっと心の声が。心の声折っちゃったけど。でも俺今日さ酔っ払ってさ、はい。はい、ちょっとまあ言うことじゃないかもしれないけど、お前今日何で飲みに行ったか、はい。決まってんだけど。はい。ちょっと大事な話したいの。はい。お前二階堂じゃ戻ってこん。二階どうじゃ。みんな戻ってきてほしいって言ってる。目が痛いっすね、二人で。わあ、戻ってきたら分かったんだろうね。しかも一番リュウジ君は冷たかったっすね。マジでやだ。マジでお前。今こうやって床まで下げすんだね、みたいな。だけど、まあやっぱ、ミッチーってやっぱ存在感でかかったよね。抜けて思うよね。あざす、はい、どうやっぱミッチーおらんと寂しい。いや、そう、まあ寂しいですね。どれぐらい1から10にいった、うん、1から10、10がマックス。10がマックスだとしたら5ぐらいですかね。150点。普通に150点。普通や。戻ってこんでもいいや。いや、それ5って普通じゃないですか。僕が傷つくっすか。最低だよ、5って中途半端。なあ、ルルジはどうだ。僕は、まあ最初は、うん、抜けたらヤバくなるんかなと思ったんですね、正直、うんうん、まあ、なんか変などっか転びそうだなと思ったんですけど、うんうん、まあ、やっぱりなんか案外抜けたら、うん、みんななんかちょこちょこ責任感あるじゃないですか、やっぱり、うんうんうん、まあ、ある程度回るなっていう、うんうん、でも抜けてよかったんじゃないかなと思って、みんな。あ、抜けてよかった、これなんですか、ただ単に僕が傷つくだけの動画。ただ単に戻ってこいよ、お前らどうなんだって。でも俺本当に戻ってこないんじゃないかなと思って、はい、でそれはまあ、リュウジたちは言ってないけど、まあそのリュウジの意見もあるな。はい、であとはまあ、お前らかなってことか。でも、その、頑張っとるんだわ。はい、でもそのなんか、頑張っとるのと会社でかくなるって俺なんか別かなと思ってるから、はい、このまんまでかくなるんかって思ってて、外注も使わずに、なんか貯金を崩してるみたいな。今日は明日はいいよね。はい。外注使わんとか、自分たちが遅くまでやった
今日は儲かるけど、はい、将来のこと考えたらやっぱり分からんすよ。そうですね、ビジネスにガツガツしてないの、作業するのは当たり前だから、はい、でももう自分たちがこうやってパツンパツン詰めてはやると思う、はい、でもなんかもっとビジネスとかお付き合いとかそういうのにもっと動いたら多分会社ってすぐでかくなると思うんだよね。二階堂上ってやっぱブランドがあるから職人さんはなんぼでも来るからじゃん、集めれば。ブランドあるっすね、本当に、うん、僕外で寝てみてマジで思ったもんね、うん、マジでブランドがある、あ、はい、うん、でそこを上手に使えないけど、はい、職人で終わってねえかって翔も龍二も、はい、で一番経営者にやっぱ近かったのは寺じゃない。経営者はですけどね、うんうんうん、はい、なるほどね。でやっぱ書類とかはでもこれ本当にお前アドバイスしたのは、書類とか、まあ、これ何が言いたいかなって俺ふっと思ったのは、はい、ジムとかはもう龍二になってもう最高なの、書類も早いし、はい、連絡もちゃんとしとるし、はい、漏れもないし、はい、だから優等生なんだよ。あ、俺らってなんか優等生じゃないじゃん、はい、でも河合くんとか相田さんも見とってそうじゃない、やっぱ俺じゃないじゃん、僕も無理ですもんねそこは、うん、なんかそのもう、ありがとうございます、はっきり言ってしまえば誰お茶漬けたの、だから優等生って言われるって思う。だって優等生やん、もうお酒を飲んでお茶漬けを食べるんですね。お茶漬けはないでしょ。やっぱあの締めはお茶漬けって決めてるんですか。締めるつもりにいいんだけど、締めるつもりにいいですよな、健太郎。はい、いいですか。俺と飲んだら最後だろ、朝までレッツゴーだろ。あ、そうです。ワゴレッツゴー、ワゴレッツゴー。ワゴレッツゴーだろ。当たり前です。当たり前です。当たり前です。初めてです。あいつ、女の子と会えると思ってるんだよ、あいつ。ほんと、こっからの居酒屋だぞ、お前。はい、最高っす。あ、何の最高だよ、お前。いやいや、まあ、リーシャシが悪いじゃないか。俺はまあ、でもすごい成長した、お前が見てる、確かに。はい、うん、ただ、じゃあ本当に50人、じゃあ3年で50人とかね、まあ単純に2倍、はい、まあ、4億5億の足場会社を2年、3年で作れる、俺それが知りたい。あー、今日、明日儲かるのか別に、まあ、それって無理して儲かってるだけじゃん、はい、それってあの儲かってないんだよね、みんなその利益が出たって言ってるだけで、それって貯金の切り崩しじゃなくて、なんかビジネスってその、まあもちろん上は負荷かかると思うのは、俺もさ、例えば YouTube でもやり始めた時ってもうグッやるじゃん、夜遅くまでやって当たり前だったし、今現場にも負荷めっちゃかかっとるやん、みんなも休みなしとかさ、だから俺はまあミッチー戻ってきてもいいんじゃないかなと思うんだよね。ただ僕らも回れるから今回ってますね。ただ回れなくなったら外部振ります。その今4月ですけど、3月頭とか回れんくってもう全部外部で振ってるんですよ、ほとんど外部使って、応援使って、バーって、うんうん、やってんじゃん。そう、調整もしてます。自分たちが、まあ、ある程度いけるところまでやっぱ自分たちで利益上げたいんで、外部より、うんうん、自分たちがあった方が利益上がるんで、うんうん、だから今回ちょっと大きい現場どのコンペで話していただくとか、うん、それも出たら絶対回れんところも出てくるんで、1万平米、まあ、まあそうですね、うん、でも僕は客観的には広めてないような感じがするんですけどね。俺もそうやって外部から見とったら、俺も会話の外だからさ、うん、お前らがやったやつで、ね、逆に聞きたいし、逆にお前はどう考えとるかだし、まあ、じゃあリュウジの気持ちはまあちょっと今聞いてして、はい、まあ、じゃあ考えとるから、外出て3ヶ月3ヶ月、うん、XBM みたいな感じですよ、本当に3ヶ月、うん、何 XBM みたいな感じですよ、3ヶ月やられる、真面目な話、はい、なんか X ビデオでもなんか投稿日3ヶ月前とかよく出てくるみたいです。真面目な話はって言えって言ったやん。やめてくださいよ、健太郎くん。で、奥さんどこやるんですよ。カメラ映ってない。なんでと思うの。カメラ映ってないの、気をつけろ。カメラ本当にこれで映ってなかったら本当にしばくじゃん。多分映ってます。お前多分今の笑顔映っとった。はい、もし映ってなかったら本当にバチバチだぞ。一人懲らしめで見たって明日動画撮るぞ。ね、僕っすか。うん、僕はまあでも、そうですね、出た以上、うん、南にはなんか、まあ、戻りづらいというか、まあ、戻れないかなと思う。俺はね、はい、えあれって声が遅れて聞こえてくるやつ。やっぱ戻れない、
モノレそうっすね。いやでも1年で戻ってこいって言ってた。はい。それはどう考えてんの今自分で独立して。はい。ではぶっちゃけトーク何人か、まあ、使ったりとか、まあ、やっぱいろいろまあその下請けに振ったりとか自分で取ってきて、うん、でまあそういう自分で本当になんて言うんですかね、うん、どこ行ってもやっぱ前で言ったら会社のお金じゃないですか、はい、自分でそうやってお金を回すようになってじゃあ下請けに金を支払わなあかん、はい、そういうことをやるようになって、うん、まあでかくなってまあ僕はなんかみんな見たら別で社長となんかいい関係であれたらなぁと思う。あざすケンタ君みたいな立ち位置に行こうとしてるってこと。ああそういうこと。そうなんかただそうなれるかなれんかは別に僕次第じゃないですか。いやってことは俺は今日戻ってきてって言ったのは断られたってこと。はいめずらしく返事が早いですね。めずらしく返事が早いですね。どこ止めようか。めずらしく返事が早いのなんでか知ってます。え、うん、打ち合わせ済みですから打ち合わせ積んでねえてよお前勝手に喋んな。あでもそういう考えなんだ。僕はそうですね。逆に1年後に戻ってくるってもうないんだな。一応1年修行行ってこいと10年使えと、はいはい、そこからもう成長して戻ってこいって言ったけどもうそこも考えてないわけだ。あれで戻りたいです、まあ、それこそそれだったらじゃあ南施工サービスじゃなくて、うん、北施工サービス日本社長に作ってもらってあれ、また乗り換え道場 のあそこには戻らんわけだ。あそこには戻らないです。で、北施工サービスっていうのを作ってで、南施工サービス、南施工サービスリュウジ君立ち上げでいいです。じゃあ北施工サービス、北施工サービスのあなるほど2つの足場舞台を作ってほしいです。あなるほど。じゃあどっちがでかくなるのか。あどうする。俺そうやりたいですね、僕は。あそれは面白いかもしれんな。どうやってもはい、いやみっちゃん戻ってくるもんだって思っとる今みんな。まあ1年っていうさ、はい、になってるわけじゃん。はい、正直ですか。うん、正直戻ってこんと思います。正直です。いやそんな飲んどるから。新よく上がれたんですよ。飲んだんでしょって。こいつ絶対だ。そういうこと絶対だ。これ叩かれますか。いや叩かれない。誰に叩かれるの。アンチ？いや別にだって関係ないじゃん。だって本当俺はミンチじゃん。はい、だからそのどんだけガヤがいようか関係ないみたいな。あ戻ってこんかなと思って戻ってきてほしい欲しくないでは。いや戻ってきてほしいです。欲しい、はい、なんでなんでかな。ちょっと考えていいですか。考えたらお前考えるのってねえだろ。考えたら意味ないっすね。それこそ僕が例えば女の子に告白しますよ。で好きですなんですけどちょっとすみません考えていいですか。振られるからすぐに彼女にされていたの。はい彼女にされていたの。彼女に。いや知らないです。覚えてないです。覚えてるだろ。酔っ払ったんで覚えてない。ママのろけとるやねん。はいのろけじゃないです。酔っ払ったんですね。もう殺すわっす俺の付き合いっすよ。はいお願いしますもうその一言だけですよ。そのはい。よし疲れとんなこいつ脳みそが脳みそが疲れと基本なんか僕あれなんですよ。脳みそが馬並みだわ。でもこいつなんかあの女と二人でおるのがなんかあれなんじゃないですか。多分ずっとおるのが絶対連れ誘う連れって方誰か誘うんですよね絶対に。ああねずーっと一緒にいるからじゃないの。そんなでもずっといないじゃないですか。だってだけどずっと泊まっとるわけよ。ずーっと同棲しますよ。あのなんて言ったらいいですか、その1年、2年もなんか一緒に乗るわけじゃないじゃないですか。あだけどさ、俺からしたら本当にはっきり言ったらね、いや無理だよ、うん、だろうな、無理、うん、無理。俺は無理。それ分かるな、うん、俺嫌なんだ、ずっと一緒に。いや、お前あんな家庭的なんだって。でもなんか難しくないですか、うん、ちゃんとやってあげないと。だってこの先ずっと絶対おるって思ってるんだったらある程度やってあげないと。全くやってないことないでしょ、多分。そんなことでも、だってほんと二人で。だって料理こいつが作ったんでしょ。毎日、まあ、夜は僕が作って。はい、まあそれは、まあ、家庭の形がバラバラなんじゃん。まあ多分、テラメッチの方がもし、まあ、100% として 60% で、まあ、40% とするじゃん。うん、それって比率変わってくるんですよ、絶対に。そのうち、テラメッチがおろなんかそれやらなくなったら時点でもう。やっとやれればいいですよ。あそれ何の確率今力関係そう力関係ですね、女と男は。最初って大体男が強いじゃないですか。
何でもかんでも、うんうん、でもそれって男がなんかだんだんだらしなくなってくるやらなくなってくるもんね絶対に。あでその比率が下がった時に、うん、その女が上が愕然した時に、うん、いざ自分がじゃあその女にすごい強く出て何みたいないきなり言われて、あもしもう別れるとするじゃないですか。でも自分では大事だろって思ってるのに、それがちょっとしたことで、うん、なんかわけわからんいざこざになって、あ、うん、それってなんか僕はなんかだから嫌だなって思う。それそれ俺のこと言ってる、はい、まあ俺のことだから言ってない楽しんでる。何でしたっけ、なんかあるじゃないですか昔の動画でなんか3本の意味をこうやってピシッとこうやって話すやつ、はい、うん、でも今払ったっすよ完全に3本の意味だったでしょ3本の意味だったでしょ、おめでとうさん、リトンリスってだから、いやまあ、ね、そのいや戻ってくることに対してはどうなの、お前の意見、ぶっちゃけ。僕は、うん、まあ僕を含めて、うん、多分みんなが手並みが戻ってくらないぐらいまでレベル上がればいいと。ああ、そういうことな。はい、でも今は、今は、まあ、みんな上がってないで、まだやり始めたばっかりしか、うん、それをぐらいまで。ね、違う違う。今僕が戻る戻らんすよ。今は戻ってこないでしょ。戻ってこない今はって言ってるから、あ、そういうこと、今って言ってるから、あ、ゆくゆくはってことゆくゆくは、ちょっと今の話をしようかな、じゃあ戻ってこいよ、まあ、俺も戻ってこない今のはってその、まあ、2、3ヶ月先のこと言ってるよ、まあ、でもだから、まあ、こいつは修行行ってやっぱ変わったし、だから俺は分かんないけど、まあ、確かにでも成長してる翔も龍二も、はい、まあ龍二なんか本当に変わった、はい、でも確かに翔もとこいつもあんまり仲良くないんだ俺から見たら、なんかバチってんだ二人で、なんか勝手にだからぶっちゃけぶっちゃけいろんな意味で思いがある、だからそれっていうのはじゃあ俺はどっちが悪いか、まあこれ動画にできんかもしれないけど、お前が悪いんだってそれはある、でも俺はもうこれしかできんっていう、まだ発してない、俺も社長やりたいだけど、そのやっぱ役割なんだ、こいつがさ、お前を立てたいって、はい、俺はで、やっぱお前の向いてるところで、翔はもうバチバチ行きたいわけじゃん、でもあいつ一人だったら絶対潰れるわけじゃん、だからお前がどういう経営者になってるか、人を伸ばしていける経営者になっていくか、その人の上に君臨するタイプなのか、でお前も悩んでんだよ多分。それもあって最近そのやっぱそのドバ手当あったじゃないですか、うん、会議した時に、うん、まあ、それもあるんですけど、その後ね、ちょっとしてからそのまた大体僕らってあのベトナム人固定みたいな感じでメンバー決めとったんですよ、うんうん、でもな、一人のベトナム人がこの日本人嫌だと、うん、って言い出して、じゃあショーが誰だ、え誰だ、ケンタロウか、いや違う、いいっすか僕言って、カンタです言い出して、あ、じゃあいいよ、カンタ、そうですね、なんでそのカンタそうなの、うるさいらしいですよ、うん、うるさいらしいですよ、僕見てない部署でしたうるさいっていうのはその利他的なのか利己的なのか、僕らもそのベトナム人が言っとる時に簡単な行動をどんな風に取ってるかが僕らも分からない、僕的に言ったらその利己だと思うんですけどね、利己だと思うんですけどね、その例えばじゃあ足元上に乗っとって、うん、まあ、降りるのはめんどくさいから待ってわー待ってわー走ろうてバーローとか、うん、だったら一緒で運べばいいやん、うん、ここ使おうかイケメンここ使っちゃおうかイケメンもうベテラン人ですからもうどんどん使っていこうかでも一緒にやってると違うんですよ、うん、で別にそのやっぱ誰かおらんもんでちょっと楽しちゃう部分があるもんで、うんうん、やっぱそこの切り詰める人間強いじゃないですか、うん、俺は本当にまあ難しいことはないけど、リュウジのタイプと俺のタイプ絶対違うから、じゃあリュウジよりショウの頃それやってるってことは今日何やるかだけ、うん、でもお前のタイプがあるから絶対に俺とかテラーを見たら勝てないじゃん、でもショウは多分俺らタイプじゃん、まあ、その日しか見てないですね、そあいつは、うん、その日やるじゃん、社長、はい、違うっすよ、別に社長を3人でくっつけてないから僕はショウだけしか見てないもんで、あそこをお前がどうコントロールし上げるか、それもあって、それ一回僕も、まあ、揉めてはないですけど、ドバのベトナム人の時に言い合いになったんですよね、あいつと、うん、なんかその下の人間も頭の人間も変えるって言い出して、じゃあ言い合いになるじゃなくて殴り合うんだって、
まあ、それは違うね。黙れ。黙れ。もう帰ってこないって黙ってる。ちょっとバッテリー一回変えようか。バッテリー一回変えようか。一回変えてどこだったの？よしよしまた。ちょっと言い合いになって、で、本当は、このベトナム人の、まあ、頭が一応いるんですよ。ヒョウ、トゥー、ゴック、シンジク、アイって言って、その下にベトナム人が付いとって、じゃあそのベトナム人の下をとりあえず、ローテーションで回そっか。で、お前ら頭なんだから、絶対にお前らがまず教えろと、下に。俺らが喋ってる日本語は大体わかるだろう、お前らっつって。で、それを伝えて、お前らがまず教えてくれ。抜ける前、帰る前に。でそしたら別に俺らもまあこうだ怒ることもないし、うん、日本語が通じんから俺らが怒るじゃんってやっぱり、うん、でも日本語勉強しろって言っても笑って勉強しないと か、うん、かそれができないんだったらまずお前らがじゃあ教えてくれとしたっけ人間に、うん、でじゃあそれは分かりましたってことみんな全員が、うん、僕ら私たちが教えますでこの5人が自分で決めたんですよメンバーを下の人間司る人間をあでそれは抑止としてでその後に師匠があの2がカンタとこついとったもん で、うん、で2が嫌だって言ったんですよカンタのとこあでその時で師匠がじゃあ2がケントロー君のとこに行かしたいって言いましたじゃあそれはいいよ全然行かしてそしたら後のメンバーももう変えるって言い出したんです頭の人間も僕がヒョウいるんですけど、うん、その人間も全員変えるって言い出してじゃあそれはこれ一緒にしようって1週間は、うん、今変えてもどうせあ誰でもいい誰でもいいって言うでしょっつってで案の定なったんですよじゃあどうするって言ったらで俺誰でもいいよ誰でもいいよって自主性がねと日本人もですあだったらとりあえずもう頭はもう一緒にしてくれってもういちいちみんなああだこうだ言うから、うんうん、とりあえず1週間を一緒にして1週間終わったら右にローテーションして一人が変わればいいじゃんでもなんかそのショーは2をケントロ君にずっとつけたいって言ってじゃあそれはなんでってうん、って言ったら、健太郎くん常に逃げとるベトナム人が全然仕事してこもんね、健太郎くんが全然仕事終わってこない。いや、こいつが遅いでしょ。で、健太郎くんなんで言ったら、いや、ベトナム人が日本語わかんないですもんってな。教えてないですかって教えてないっていう。それはダメ。それはダメでしょって言って。健太郎はな。でも、キラーあげんわかったな。それは違うんですけど、それは教えたらな、寛容って言って。うん、で、翔は僕に行ってきたんですよ。うん、やっぱ健太郎のチームが一番遅いんだ。そう。いやこいつも頑張っとるよ多分そうっていうのはその前の会社ではやっぱね現場任されんかったけど現場任されてるで頑張らなあかんってやっぱ意識はしとんだろうけど絶対的に経験もあるのかなと思うけどねそれ、まあ、言って足場経験短いだろ5年ぐらいですか短い方です長いでしょいや小関東で何年小関東で5、6年違うって18が来て7年だね、うん、あそんなやってる7年やってるっすあとか俺は前の方が短いんだ短いっすで僕の方が短いっすかね一番え何9年でも営業3年間やったので僕も5、6年ぐらいですから足場経験で行ってしまえばああそうかそうか営業だったもんなそうっすねなるほどなそうそれ話しとって、うん、で結局なんていうんですか連れてる人とか、 なんかいろんな名人は、まあ、できるからなんていうのいいじゃんだから交換しようよみたいな、まあ、ああそういうことなできるやつを連れてくるのがいいじゃんみたいなのでそれ違うでしょっつって、うん、それお前らが教えんからできんのよ俺はそういうことな票とか大きい現場連れてって、うんうんうんまあ、数出ししてろよお前あと明日行くときに何の材料が行くんだお前自分で数えるか、うんうん、で僕は教えるんですよね大きい現場の前で段取りさせるんですよ何がいる、うん、お前は何がいるって、うんうん、じゃあこれがいますじゃあ何がいるんです、うん、あじゃあそれでいいんだなチート何枚いるって言ったらこうやって言うんですよ自分で、うん、でも多分票以外できんのっすよねどんだけやりたいんじゃないのよお前次の計算しようだろお前違う本当違います。どこ連れてほしいんだ。あ、キャ。キャナルリゾート。キャナルリゾート。締めようか。じゃあ、結論は、お前も戻ってこんでいいやって感じだし、はい。でいい、いい。足場半も。まあ、戻ってこんでいいやとかじゃなくても、いいなんですか。いいや、せいやって言ってくださいよ。お前、本当にまあ。これでもちょこちょこ乗ったからもうマジで戻ってくるのはありだなと思った、まあ、そこはじゃあその夢でも抜けたことで夢が見えて50人やろうぜってじゃあここで本当に動画回ってる前に言えるで50人回しますで俺それだけの金も突っ込んでるわけじゃんこの間も 2,3 千回しません買ったわけでしょまあ突っ込んでるよね
なんかそれがまあ変わらんような売り上げだったらまあつまらんじゃん俺は。これからしたら僕はそこ目指してます。で僕は目指してそれをみんなに伝えてます、うん、今はそういうだったら道がいいじゃん、うん、僕は伝えてます。でもみんな変わんないんでだったら、いやそういう意味じゃないです、経営者じゃないな、か行っても変わんないんでじゃないです。僕は行ってみんなをあげたいんですね僕はもう、うん、その気持ちに乗せてあげたい、うん、ただ行ったから変わらんかったじゃないです僕は。ああそういうことか。 でもショーなんか行きたいわかでしょ、うん、もっとやりたいわかでしょ、もっとなんか2人が話し合ってたらでもお前も答えないよ、もっとやりたいってあるの。あります、多分足場なんてあると思う、ね、でもなんかパワーがなんか集約されてないかなってなんか見てて思う。足場すごいみんなコアするんだけど、ただ難しいんですけど、まあ、ショーも僕もそうなんですけど、どっか抜けるじゃないですか、うん、そのショーはあじゃあやります、今日やります、今日やります、今日やってもじゃあ明日なった瞬間ちょっと言っとること違うじゃんみたいな、もう、うんうんうん、だからそこでちょっとなんか不安定に出てくるんですけど、どうしてもみんなから、うんうんうん、まあ、正直そこをみんなでフォローし合ってみんなで上に上がっていけばいいと思うんですけど、どっかで不一致が起きるんですね、まだ今なり、うんうん、でそれをやっぱみんなでもっと喋ってどんな風にやっていくかっていうのはいろいろ喋りながら、うん、多分やっていかないといけないのかなって僕は、うん、でそれすらもそうだよな、俺は分かんないけど、まあ問題は絶対起きる、まあ、これ営業にもアドバイスしたんだけど、じゃあ誰々が行くか誰々が行くか、今年の目標が10億だとする、でこいつが1億こいつが1億5000万こいつが1億って、でちょうど全員がうまくいって10億って、多分今年10億いけんよってあったらって言ったの営業に、うん、うまくいくやつは、まあ、多分目標値よりスーパーアップぐらいでいける、うん、でやっぱそこに一生懸命走っていくんだから、みんな行って 90% ぐらいだよ、 100% やるやつも俺は 90% だよ、うん、110% って別にないよ。だから50人っていう目標だったら、でも俺でも 70% 80% しかやれんくて当たり前だと思う人だって。だから目標がここだからここの結果が出て、でも経営者はそれじゃないんだよ、投資とかあるから、うん、今年2億入ると思ったから2億の投資するわけでしょ、それこれでも大丈夫だって黒字出るっていう投資かけるのに1億8000万だったら潰れるわけじゃん、うん、だから俺はみんながじゃあ50人にします、 2,3 年で、あじゃあこんだけ使っていいんだな足場材にって言って俺投資したらさ絶対潰れるわけじゃん、足場会社乗り換え投資の足場会社絶対潰れると思う。でもじゃあその50人っていうためには今日何やるかだよね。だからやっぱ翔がカンタがケンタロウがと思うんだったらやっぱ今日話さなあかんし、誰もそうじゃん、やっぱ今日に生きてるじゃん、だから明日に生きないと。そのイチローの話行ったことある？ね、でリビングにソファーもテレビ置いてない、それ真似してテレビ置いてない、はい、僕もそれ真似してテレビ置いてないです。置いてるやっぱ置いてないの？いや、やっぱ違う。ベッドルームに置いてあるやつです。いや、俺も置いてあるのいいと思う。やっぱリビングで仕事したいよな。でもテレビがあるとやっちゃうよな。見ちゃうよな。見ちゃう。あ、しまった。ドア見ちゃった。でも僕もでもつい最近ですもんね。ずっと教えてなんか言ってたんですね。嘘つくのか。いや、ほんとです。で、女の子がそのテレビ見たいって思うんで、じゃあテレビ買ってみやいいやつ。うん、で昨日もなんかネットフリックスで映画見たんですけど、うん、僕なんかもすごい買ってみといていいよっつって僕寝てますから、俺とこっちに見ないっすもん、その映画自体も。ああ、もうまあそれだったら寝たいっていうか、まあ、外で撮るでな。じゃあちょっと一郎の話言うよ、はい、一郎が言っとんのはみんなね、それ誰しも1年後の目標が高すぎる。50人何年でやるって言った？ 3 年？ 2 年？ 2、3年ですね。ね、で1ヶ月後の目標も高い。じゃあ今来月目標立てろ。ないっすね来月は。もう10人って目標だろ。逆算したらじゃあ来月どうなると思う？来月はもう半年なんで、うん、もう2人ぐらいは捕まえなかった。遅くても。だから遅れてるわけでしょ。遅れてます。じゃあ塗り替えどうしよう、足場なんて言うと来月どうなる？50人で逆算したらじゃん。一流が思ってるんだけどお前レベル低いかもしれんよ。だからもうみんなが1年後の目標高い。だからみんな先のことしか考えてない。でも1ヶ月後の目標高い。そしてあいつが言ったら本当すげえなんだ。明日の目標も高すぎる。明日はこうなるんだ、ああなるんだって。もっとレベル高いよね、あいつらは。
でも今日の目標が低すぎる。じゃあ今日何やるんですか、リュウジさん。さんって言った時に、まあ今日は奥さんのために早く帰ったろう。今日はもう動画撮らんでいっか。今日は現場一生懸命やったでいっか。電話しんでいっか。それってない。俺それすっごいグサッときてさ、ああ今日サボった時はいっぱいあるな。ああ。でもなんか俺は1ヶ月後の目標じゃなくて、今日一生懸命やった繰り返しの時の方がやっぱ会社ってうまくいってるなと思うから、今日どんだけ頑張るかってすげえ大事なんだろうなと思う。仕事するのは当たり前だよ、うん、俺もそうじゃん、 YouTube 撮んのもだよ。でもまあ、あ今日もう電話しよう、もう今日は朝からもうピリッとしてさ、電話本数増やしてさ、いろんなところに電話しようときって、でそういう日が続いたら絶対うまくいくじゃん、はい、だからやっぱ明日の目標が高すぎる。もうすでに一郎は言ってるのは、でも今日の目標は本当低いよね。すごくないこれ。俺名言だなと思うんだけど、継続できるかっていうのはできないですもんね。できないでしょ。電話を例えば1本したら、うん、テンション上がるんですよ、うん、本当にそれこそ前社長が言ったように、うん、1本したら電話できるやん、10件でも20件でも、うん、でもそうなんですよ。でもそれが毎日できるかっていうのはできないですもんね。で今日は頑張ったな、会社に成長になったなって、すげえな頑張ったな、ほんとそうあるじゃん。面接とかもいろんなやつに電話して、どうこう今日最近元気にしとるとか、で明日パッて朝起きた時に、うん、じゃあ1本できるかってできないですもんね。できんよな、昨日頑張ったやんって俺、うんうん、自分に甘えちゃうっていうか、うんうん、俺そのつらいだったら、だってほんとにだって俺やっただよな1年でな、まあ、人は集まる、まあたまたま豊かだったかもしれんよ、それは分からない。でもそれを見つける、ちょっと豊かは一人つらいわけだろ。で、まあ、YouTube と同じじゃん。バズるタイミングがあるもんね。人っていうバズるタイミングがあるから。50人もこう伸びていくわけじゃないと思う。なんか、タイミングだと思うし。でも準備してないと仕事チャンスもないんだな。まあ、じゃあお前戻ってこんってことでいいんだな。締めは。そうっすね。で、1年後戻ってこんの？じゃあ逆に。これまあまああるだな。サムネ強いよ。1年後は北陸サービス作ってもらったからっす。何北陸って。南施工サービスがあるんですよ。そんな臭いじゃない、好きだね。北陸施工サービスか。死ぬよな、俺。近畿施工サービス近畿施工サービス。近畿ってことだ。近畿は下の方っすか。大阪なの。そっちの方です。じゃあ閉めようか。はい。まあじゃあミッチーは、はい、視聴者の皆さん戻ってこないみたいですわ。はい。まあリュウジたちもまあこいつなしで勝負したい。まあ50人という目標に向かって。50人ですね。まあ今倍 2.5 ぐらい、2倍から 2.5 ぐらいだよねっていう世界に向かっていきたいって言っとるんで、まあまあ俺もまあそれ応援するしかないもんな。でも俺の夢じゃないもん、お前らの夢だもんで、まあそういう形でいくらしいです。はい、ちょっと広告になりますが、はい、広告です。はい、外国そのマッチングと、まあ、求人マッチングやってますんで、そちらの方もよろしくお願いします。もうこの辺にサムネバーンって貼ってると思いますけど、ちょっと酔っ払ってちょっと喋れてないけど、本当に、まあ、ちょっと酔っ払って一つ真剣に言ったらめちゃくちゃいいものが出来上がると思うんで、まあ、それぐらい社運をかけて金も突っ込んどるし、普通のマッチング会社にはないようなサービスができると思いますんで、ぜひ登録お願いします。お願いします。お願いします。ぜひね、また見てねえだよね。あとコメントよろしくです。何がお前なんか危ないでしょ。動画でないんだ、もったい。動画です。コメントでインスタの、インスタから女の子。まあ、それは言ったらあかんなのかな、そんな。はい。いや、だからここはカットしてくださいよ、ちゃんと。カットするんだったらやんでいいだろう、お前。ちょっと間違えました。絶対使え。ここ使え。インスタ。言わされました。女性かな、女性からのフォロワー募集中。あ、女性からのフォロワー募集中ですね。やっぱその違うんですよ。やっぱ僕男性が多いんで、やっぱ女性ファンの人にもやっぱ建設業ってこんなんだよっていうのをあれ広めて、やっぱ旦那さんとか多いじゃないですか、そういうの。旦那さんとかってこういう仕事してるんだよ。なんか言ってたよ、なんか奥さんから声かけられてるのかって。誰言ったっけ、お前が言った。僕ですね。何なんですか、なんかどういう話。え、なんか奥さんがファンなの。あ、塗り替え道場塗装させてもらった人からか。あー、え分かってるんですよ。こいつは頭バラかな。誰かの奥さんから声かけられたとか言ってもらった。いや、じゃない、なんか僕がたまたま会ったのがそのスーパーにいて、なんかいきなりなんか旦那さんと奥さんがいて、僕、彼女とおって、あー彼女って夢って言うんですよ。彼女ね、
その時は彼女だよ。間違えてるから。いや間違えたらしいじゃん。その時は。その時は彼女だよ。その時は彼女だ。最近だよ。本当結婚しまうもんなるだろうお前。もうでもそんなないですよ別に彼女妻とか。あでも本当は結婚しとったらもうその時。いやしてないですよ。してない。だって僕最近ですよ本当にだって結婚したの。最近だよいつ。2月14日ですね。大丈夫です。その前の話ですもん。ちょうど2ヶ月。今日ちょうど2ヶ月。今日4月14日。あその前に声をやられて。よく見てますって。うん、って見たら隣に旦那さんが立ってピョコって立ってたっていう。女性から声かけられたんで、はい、ちょっとギッとしたけど、はい、旦那さんと一緒に声かけられたんだ。いいな。俺そういうのないな。女の人が本当声かけられないな。本当ですか。男しかない俺は。マジでムカついんだけど。はい。今日男しかないですけどね。ケンビットのことしかない。声かけやすいのもあるんじゃないですか。なんか分かんないですけど。なんか今日見たらとしくもな飲み屋出してもらったとか、うん、飲み屋で結構お金出してもらったとかあるっつって。まあ大丈夫です。